はい、こんにちは、レトスママです。で、今回は、心理留保の基本的な部分をお伝えをして、また、プラスアルファ、代理の部分とちょっと関連する部分があるんですね。なので、まあ、その部分も合わせて、解説させていただければと思います。まず、心理留保っていうのは、まあ、冗談で、意思表示をすると、いったイメージです。例えば、A さんが土地を持っていて、その土地、別に売るつもりはないけども、まあ、飲み会の席で、B さんに対して、ああ、いいよいいよと、これ100万円で売るよっていうふうに冗談で言った場合、まあ、これが、まあ、心理留保ですね。で、心理留保っていうのは、意思の不存在の一つなんですね。意思の不存在の一つ。これちょっと難しい言葉なんですけれども、意思と表示が違うっていう話です。表示した通りの意思はない場合、が、意思の不存在なんですね。今回、意思っていうのは別に売るつもりはないんですよ。つまり、売らないっていう意思があるんですよね。売らないっていう意思があるにもかかわらず、売るよって言ってるわけだから、この意思と表示したっていうのは売るよってことです。これが違うわけですね。これが意思の不存在っていうふうに言うんですね。で、意思の不存在っていうのは無効原因です。つまり、まあ、基本的には無効になるという話なんだけれども、実際法律では全てが全て無効となるわけではなくって、相手方がそのことについて知ってたと、冗談で売るよということを知ってた、また知らなかったとしてもちょっと考えたらこれ冗談で言ってるってことわかるよね、つまり過失がある、落ち度がある、こういった場合については B さん保護する必要性低くなるので、これはじゃあ無効でいいですよと、冗談で言っていることを知っていたりとか、また、過失がある、落ち度があるというのであれば、B さんを保護する必要性っていうのは低いので、まあ、これはじゃあ無効にしましょうと。一方で、B さんが何も過失なく知らなかったと。つまり、善意無過失の場合ですね。この場合っていうのは、まあ、意思の不存在だから無効とするのは、これかわいそうですよね、B さん。だから、こういった場合に限って、有効にしましょう。っていうふうにしております。これが心理留保の基本的な部分なんですね。で、続いて、代理の部分とちょっと関連してくるんですけども、民法101条にはこのように書いてあるんですね。代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、意思の不存在、錯誤、詐欺、脅迫、またはある事情を知っていたこと、もしくは知らなかったこと、について過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする。このように書いてあるんですね。この中にある意思の不存在、これが心理留保なんですね。もう一つ通報虚偽表示、これも意思の不存在なんですが、まあ、今回はね、心理留保について取り上げてますので、その部分について解説いたします。で、これどういうことを言ってるかっていうと、例えば、本人 A さんがいてですね、本人 A さんが土地を持っていて、まあ、B さんに対して代理権を与えました。土地を売っていいですよと、誰かに土地売ってきてくださいっていうふうに B さんに依頼しました。まあ、代理権を与えました。そうすると B さんは代理人ですよね。売り主の代理人になります。で、B さんは C さんに対して売るつもりはなくて、また別の人に売ろうと思っていたということなんですけれども、飲み会の席で C さんとたまたま会って、あなたに今100万円で売りますよっていうふうに冗談で言ったと。こういった事例です。こういった事例は代理人について意思の不存在があるわけですよね。この場合、代理人を基準に考えましょうって書いてあるのが民法101条の内容なんですよ。つまり、ここの事例をですね、前の事例で置き換えると、B さんが A になって C が B になると。これをそのままこう持ってきたらいい話ですね。こういうふうに。このようにして法律を適用させましょう。ルールを使いましょうっていう話です。つまり A さんちょっと関係なく、とりあえずは一旦置いといて、BC 間での話を考えましょうと。原則そのように考えてくださいよっていうのが民法101条の、まあ、第1項のルールなんですね。つまり、相手方 C が悪意だったり有過失だったりした場合は、この契約は無効になるよと。一方で C さんが善意無過失だったら、この、冗談で言った行為もこれ有効になっちゃうよっていう話です。有効になるってことはどういうことかというと、AC 間で契約したことになりますので、代理人が行った行為っていうのは本人に帰属する。
これ言い換えると本人が契約したことになるよっていう意味なんですよ。つまり AC 間で契約したことになります。 C さんが善意無過失だった場合は契約有効ですよね。っていうことは AC 間で契約が有効になるから A さんは C さんに土地を売らなきゃいけないよと、 B さんが冗談で売るよって言ったとしてもこれは契約有効になるから A さんは C さんに売らなければいけないよ。これが原則の話です。またですね、C さんが悪意もしくは有価値だった場合は契約無効って書いてありますよね。そうなんですけれども、民法101条の3項を少し噛み砕いてお伝えをすると、A さんが心理留保の事実を知っていたりとか、また、過失があったりした場合、つまり B さんが冗談で言ったってことを知っていたと、また、落ち度があった、知らなかったとしてもそれ知れたでしょと、少し注意したらそれ知ることができたでしょっていったイメージですね。そういった場合っていうのは無効を主張することができないんですね。つまり相手方 C さんが悪意だったり有価質だった場合っていうのは通常無効じゃないですか。無効なんだけれども A さんが悪意もしくは有価質であれば A さんを保護する必要性が低くなるので、その場合は相手方である C さんを保護しましょう、つまり契約を有効にしましょうって書いてあるのが3項の内容なんですね。まあ、少しちょっと一歩踏み込んだ今回解説しているので、少し難しい内容なんですけども、この点は代理を勉強してからですね、見ていただくと、さらにより理解が深まるんじゃないのかなと思います。まだ勉強したての方っていうのは、まず心理留保のルールですね、冗談のルール、この二つですね、ここのルールをまず頭に入れておきましょう。で、さらに代理まで勉強したというのであれば、その時、こちらのルールも一緒にですね、頭に入れていくのが効率的だと思います。そして弊社レトスは、楽に、無駄なく、短期間で実力を上げるために個別指導を行っております。個別指導については左上の動画ご覧ください。またまだチャンネル登録していない方はこちらからチャンネル登録していただければ嬉しいです。そしてその他の動画についてもこちらにリンク貼っておきますので、ぜひいろんな動画見ていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのモモでした。